埼玉スタジアムに来ました。はい、まあ、僕5年間所属させていただきました、うん、このクラブ、浦和レッズに、はい、で今日試合当日です。そうですね、はい、ユニフォームまで用意していただいて、はい、なので早速ねスタジアムを紹介していきたいので、はい、はい、早速行きましょう。行きましょう。はい、こちらレッツワンダーランドってことで、はい、スタジアムの入り口ですね。そうですね、はい、はい、早速ちょっと入ってみましょう。はいはいはい。普段だったら、はい、この広場に、椅子があったりとか、はいはいはい、まあ今日もスタグルが何店舗かあるんですけど、はい、普段もっとなんか多くあるみたいです。なあ、そうですね、はい、はい、でまあコロナ対策っていうところもあって、はい、今何もなくしてるみたいなんですが、ちょっと寂しくも見えますね。そうですね、はい、まあ、でも4店舗かなスタグルあるんですけど、はい、今日は1店舗、はい、食べさせていただけるみたいので、2店舗です。あ、2店舗でした2店舗、はい、試食させていただけるみたいなので、はい、今回1店舗目なんですが、1店舗目、はい、はい、エフェケバブさん。エフェケバブさん、はい、はい、で、僕以前所属してた時ファンスパン、はい、ファン感謝祭みたいな、はい、ところでエフェケバブさん出店されてて、はい、まあ、食べたことあります。ほう、実は、はい、男気じゃんけんでみんなで選手で大量に買ってっていうのをやってたんですけど。あ、そんなんやってたんですね。はい、はい、すごく美味しいです。2軒目のスタグル紹介なんですが、はい、ローストチキンコオロギということで、はい、コオロギ選手のお店です。なるほど、はい、でですね、今コオロギ選手って言いました。コオロギ選手ですすいません。でですね、コオロギ選手の実はお兄さんがいるみたいです。あ、そうなんですか。はい、こんにちは。奥の方、お兄さんみたいです。お願いします。コオロギ選手のお兄さんということで、一回宮崎で食べに行ったことあるんですよ。そうなんですか。はい、キャンプの時に。美味しい、本当に美味しい。これ、ケバブカレー。ケバブカレー、はい、はいはいはい。で、サイスタンの名物にカレーをしようとしてるんですよ。カレーを名物に。名物に。ほう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 。というのも、はい、ちょっと意味がありまして、はい、この香辛料、香辛料、はい、はい、埼玉県における香辛料の生産量が、はい、ナンバーワンということで。へー、はい、スパイスを作ってる、ね、そうなんですよ。 なのでこれをスタグルの名物、はい、カレーにしようと企んでるんですね。そうです。いろんな大人たちがはい、早速いただきたいと思います。自分で切った厚切りの、はい、厚切り。じゃあちょっと、はい、名物ということでカレーからいきますね。はい、ちょっとじゃあ早速いただきます。エフェケバブでカレーからいくと、はい、うん、うん、あ、美味しい。はい、うん、辛さもちょうどいいです。はい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 、はい、辛いの苦手な方もいけます。おー、なるほど、うん、すごく食べやすい。はいはい、で、こっちのケバブ、はい、いただきますね。自分が切ったケバブですから、はい、はい、いただきます。うん、ちょっと熱いいつもだともうちょっと薄いからさ、はい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 、薄い方が美味しいです、これ。あ、なるほど、うん、このドレッシングっていうか、この、はい、これが好きなんです、僕。甘い感じのシャブザンアイランドドレッシングみたいな感じですか。うん、まさにそうですね。はい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 、で、このケバブカレーでも美味しいですし、はい、まあ、ケバブとして食べても美味しいと思います。なるほど、はい、はい、こちら、はい、もも肉。もも肉、はい、はい、あ、もう普通にうまそう。うん、はい、じゃあ早速いただきます。はい、ガブリとね。はい、いきますわ。うん、うん、汚い食べ方でありがとうございます。うん、うわ、やっぱり美味しい。あ、やっぱり美味しい、うん、これね、お世辞抜きでマジで美味しいです。はい、うん、味がしっかりついてる。ほう、はい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 、うん、だからさ、胸肉だとちょっとこう、はい、なんて言うんだろうな、少し脂が少ない感じのさ、はい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 、ちょっとパサパサなイメージがあるじゃないですか。そうですね、全然ジューシー。吉村君、はいはい、スタジアム内なんですが、そうですね、はい、で、ここね、今何もないんですけど、はい、普段は、まあ、試合後とかの取材エリア。なるほど、はい、はい、になってます。はい、でですね、はい、ちょっと見てよ、吉村君。はい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 、これ、2013、あ、はい、本当だ、2013年ですね。いますね、はい、で、2014、はい、
はいじゃない。ナスを移せ、ナスを。ナス？いるいる。ね、真ん中の中段の、はい、平川さんじゃ、ケイタの鈴木ケイタの右側ですね、4番いますね、ナス選手。びっくりするぐらいピントが合わないんですよ。すいませんけど、じゃあ、まあ、ちょっと待ってくださいね、うん、あのピント待ちなんで今、うん、ピント待ちね、すごいですね、本当にピントが合わないんで。じゃ画像だけ表示しておきます。 OK、はい、で、やっぱあれなんですね、僕出会ったの2018年じゃないですか。18、18、僕那須さんと出会ったの2018年だから、うん、ちょっと言えばレッツギいたっていうのも半信半疑なところ。証拠写真本当にいたんすね。いましたよ、2014もいましたし。よかったよかった。いました、いました。嘘つきなのかなっていう説もあったから。嘘つきがあんな、あの関係者の方とグータッチできない。そっかそっかそっか。すごいなと思ってたんですけど、はい、2014年一人欠席したんですか、なんか修学旅行。なんかそうですね、はい、あの一人、まあ、あのよくあるやつですね、はい、一緒にこのタイミングで卒アルみたいな、卒アルパターンもあるんですね。はい、はい、ということで、サイスター内の、はい、ここがホームチーム、はい、まあ、浦和レッズですね、はい、の、ロッカーなんですけ ど、 あ、なるほど、こちらから出てきて、この階段を降りて、向かっていくんですけど、はい、このこちらの階段の両サイドに、スタッフだったり選手だったりベンチメンバーだったりがいて、はい、ハイタッチをして送り出すって感じですね。なるほど、はい、はい、だからね、あのこの階段こう降りてくるのこう脳裏に焼き付いてるから、やっぱ緊張感がね、はい、へーすごいよね。まだやっぱ体が覚えてるんですね。覚えてる、その緊張というか、闘志というか、はい、闘志というかね、ここよくザ・ダゾーンで見ますよ、ここですよね、はい、ここで、まあね、相手チームもいて、はい、まあ、談笑したり、はい、審判に挨拶したりというところで、はい、牧野選手が大体対戦あったと笑って話してますね。ちなみに牧野選手は一番後ろでしたね、はい、大体後ろで、はい、あの対戦相手と笑顔でっていう感じで、俺はもうここら辺でもうね、あのもうこうやって子供とさ、あのエスコートキッズと一緒に行くんだけど、はい、まあ、一応ね繋いでいくんですけど、はい、もうこっちは緊張感こんなのやってるから、はい、エスコートキッズも緊張するでしょ、そんな。本当申し訳ない。横のおっさんなんかすげえ怖い顔してるやつって。そう、はい、スイッチ入っちゃうから。そう、あれは反省しました。はいはいはい、はい、まあね、早速ちょっとね、じゃあ懐かしのちょっと入場を。懐かしの入場ですよ、はい、本当にもう本当懐かしい。で、ちなみにどうでもいい情報、はい、上がるときは私は、左足。うわー、懐かしいね、これすごいね、これ満杯だよ、満杯、エモいっすね、満杯でさ、はい、もう感無量ですよね、すごいよね、本当に。いやー、すげーな。いやー、すごいよね。はい、あれ？何してんすか、みんな。今日お前が最初に戻ってくるって聞いたから、はあ、お前はってなるここしかないかなと思って。いやーい。お前がこのエンブレムをこうやって立ってきるのがさ、ここまでな、消えれなきゃいけないだろ。やっぱさ、あの痛いね。思い出す。そう、これ以上にやってたんだよ、試合前。その時は、はい、で、はい、俺スイッチ入った時に、はい、こうやって、おい、かかってくるかな、これでやって、怖かったもんね。そう、あのね、本当怖かった。自分でも何言ってるか思い出すね。でも今、しっかりこうやられると、はい、痛い。もう抜けてんすよ、闘志が。もう闘志抜けちゃって。で、まあ、こうやって、まあね、写真撮影終わって、水さん、こうやって、はい、はい、ね、集中しろよっつって、勝てよっつって、あれだと思ってんだ、勝てよじゃねえんだよって言われたことあるからね、他に何があるんだよみたいな。そう、それで、もう、ね、ここまでこれ系にいるよ、大丈夫、大丈夫、痛いもん、これ、いや、大丈夫なの、大丈夫だ、レッツファンが、レッツファンが、喜びますよ、この光景、集中してないと痛いもんね、そう、集中して、集中して、集中してたら痛くないんで、しかいない、痛い
めっちゃ痛い。声でかいから。痛い声が出た。よい子の皆さんは、あの集中しないときはやめてくださいね。はいはい、こちら、これからね、あのビューボックス。ビューボックス。はい。はい、と言って、後で説明してもらいます。わかりました。はい。はい、でですね。はい。ちょっともうちょっとなんか。すごいお迎えしていただいてるんですが、はいはい、あのビューボックスをこうあのなんていう紹介してくれるというか、はいはいはい、はい、方々なんですよ。すごいすごいですね。ちょっと、はい、通ります。はい、こんにちは。すいません。こんにちは。こんにちは。こんにちは。すごいですね。もうすごいですよ。恐縮ですよ私。あ、すいません。もうなんかもうこんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。もうこんにちは。すいません。お願いします。皆さんありがとうございます。すいません。ありがとうございます。じゃあ、少し失礼します。あ、こちらがビューボックスということで。はい。おー。あ、要するにビップルームってことですか？そうですね。はい。え、ビューボックスは何部屋ぐらいあるんですか、この、はい、こちらで全部屋で26部屋、1から26のお部屋なんです。 26? はい、 26? 名前が一つずつあってですね、はい、ワールドカップの準決勝が行われた地の名前となっていまして、はい、ちょうどこちらが赤いラインがあると思うんですけども、はい、この赤いラインに沿っていけばその名前の部屋の、はい、地に行けるっていう。この部屋の名前ちなみに何なんですか？あ、すいません、ちょっと待ってください。バルセロナ。バルセロナ。バルセロナ。はい。すげえ。あっちにバルセロナが。行けます。行けるんですね。行けます。意味があるんですね。ちょっと試してもらって。いや、何言って、あれがバルセロナ行くんや。どうやって行くんや、これ。これで行ってみろと。バルセロナ。ほら。すごいですね、はい、こんだけの席が。あー、やっぱすごいな。いやすごい。はい。いやすごいですね。おお。今、あったかいお弁当を提供していて、で、これを、線を引っ張ると、お弁当が温まるんですけど、はい、ちょっと12分間。はい。オッケーですよ。ビップは、時間に余裕ありますから。時間に余裕ありますから。はい、すごい。じゃあこれ引っ張っていいんですか？はい、大丈夫です。はい、結構長いです。引っ張りますよ。はい。結構長い。で、そのままお待ちいただいて、蒸気が出てきますので、その間12分間ですよ。これはめちゃめちゃ工夫されてますね。すいません、そうしましたら、はい、ちょっと12分かかりますので、12分待ってる間に、こちら、ファーストボールゲッタークイズのものがございます。はい。こちらですね。スペシャルコースっていう一番いいコースがあるんですけども、はい、そちらのお客様のみのご案内となっておりまして、本日の試合で浦和レッズの選手で誰が一番最初に点を決めるかというものを、はい、お客様自身に予想していただいて決めていただくものとなりますので、もしよろしければ。なんか豪華商品がもらえるんですね。そうですね。わかりました。もう名前決まってますよ。もうこの人しかいないっすよ。心臓の像、あ、どうだったっけ。一番簡単な3ですね。あ、3。これはクッキーも、はいはいはい、ラーレッツのプリントがロゴと、ロゴ、うん、とマスコットキャラクターですね。そうですね。皆さんもちろんレッツにいたからマスコットキャラクターの名前はわかると思うんです。わかりますよ。はい、レッツくん。12分経ったということで、はい、早速ね、開けます。気になりますね。いや、かなり気になりますよ。これをこうやって剥がすんですね。綺麗に剥がさないとね。いただきます。おー、わー、高級感ありますね。高級感めちゃめちゃありますね。これ初めて見たかも、こんな、なんか高級感な弁当。はい、じゃあいただきます。チーズハンバーグ、うわー、すげえ。いただきます。はい。わ、すごい湯気が、ほら、うん、見て。今暑かったですか？ああ、暑いと思ってちょっと話しちゃった。うん、おいしい。あったかいしからおいしい。浦和さん里芋、うん、はい、では早速いただきます。はい。うん、里芋。おお、うん、味一回も言ってないのに気づいてます。うん、そうですね、確かに。あったかいと里芋しか言ってないんで今のところ。
っかり煮込まれてます。はい、食感が難しいねこれね。はい、ということで、はい、こちら入場門になるんですが、はい、まあ、今コロナ禍ということで、うん、まあもちろん感染ということでね、不安に思われている方もいらっしゃるかと思いますが、はい、今こう安心安全ということで、この消毒検温とかをね、はい、しながらやっていくので、まあ、早速僕が実際行くので、はい、はい、行ってみましょうか。行ってみましょう。はい、チケットの確認を行っています。チケットをここで確認してもらう。本来は出す。本来は出すと。はい、で消毒で、ここでお願いします。で消毒をしてもらって、はい、消毒してもらいますね。はい、消毒をして、はい、はい、どうぞ。はい、こちらで検温をして、はい、はい、この先で手荷物検査を行っております。はい、で、こちらで手荷物があれば手荷物検査をしてもらい、はい、でもぎり、あ、まあ、自分で。チケットを、はい、もぎりしてこちらに入れて入ると。はい、そうです、これ、はい、まあ、このような形でしっかりコロナ対策ということで、はい、まあ席も座席もね、一席離してというところでしっかり対策をしているので、はい、ぜひぜひ皆さんはね、埼玉スタジアム浦和レッズの応援ぜひ来てください。はい、今ちょっと試合観戦直前なんですけど、はい、でこれ本来ちょっと回す予定なかったんですけど、うん、候補の松本さんからこれ那須さんにっていう、あ、はい、ありがとうございます。これ何ですか。これはですね、はい、まあちょっと言葉で言うより見せた方が早いので、はい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 、こちらですね。お、アジアチャン、アジアンチャンピオンズ浦和レッズダイヤモンズ、いきますよ。はい、こちらです。トロフィー。そうです。へぇ、 ACL の優勝トロフィー2017年でしたっけ。そうです、はいはいはい、2017年の、はい、を今もらったんです。那須さんのこれクラブに忘れてたってことですか。いや、クラブの人が忘れてたと思います。那須さんに渡すのをなぜかと言ったら、はい、私ベンチ外だったんですよ、はい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 、決勝、はい、で決勝後に多分各配布されるんですけど、はい、はい、私移籍しました。はい、まあいつでも渡せると思ってたと思うんですよね。はいはいはい、はい、それで多分今日になったっていう。なるほど。はい、これ実際ね、多分持ってみないと分かんない、すごい重いんだよ。いやでもなんかしっかりしてますね、トロフィー。すごい重量感っていうか。ちょっと持ってみていいですか。 もちろん、ほら重い。そう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 、はいはいはい、伝わるかな。ねえ、伝わるかな。すごい軽そうに見えるじゃん。はい、すごい重い。ちゃんとしてるやつですね。ちゃんとしてます、アジアチャンピオン、AFC チャンピオンズリーグ、はい、ちゃんとしてるやつを出してもらえなかった。名前もしっかりね。ここまでしたやつを渡してもらえなかったですね。うん、そうそうそう、まあ、いつでもね、渡せる関係値とも言いますけどね。はい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 、はい、3年の時を経て経てトロフィーいただきました。嬉しいです。嬉しいです。よかったですね。もちろんです。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。すいません、優勝おめでとうございます。はい、優勝ありがとうございます。はい、はい、ちょっと言ってなかったから。うん、はい、試合終了しましたね。終了しましたね、はい、はい、3対1で浦和レッズが勝利ということで、非常に濃い内容でしたね。はい、うん、面白い試合だったいい内容でしたね、はい、と思います。でですね、興梠選手ゴールしましたね。当てましたね。はい、当てましたね、はい、ということで、こちらをゲットできました。何ですかこれは。巾着です。巾着ですね、浦和レッズの巾着です。はい、はい、まあ、こちらが欲しい方は VIP にまずなり VIP に購入していただいて、はい、そこで、初めてのゴールを決める人を当てるというね。そうです、はい、まあ、誰でもできる簡単なことです。簡単なことです、はい、ということで、はい、まあ、本日ね、埼玉スタジアム、うん、まあ、試合当日ということで、はい、いろいろね、紹介させていただきました。はい、まあ、今回本当盛りだくさん。そうですね、はい、それこそ那須さんの浦和時代知る人からすれば、うん、結構もうエモいシーンもあったんじゃないですか、ね、エモいシーンもありましたし、はい、まあ、本当に観戦、ね、来るっていうことで、スタジアムにっていうところで、うん、今、不満も持ってる方はたくさんいると思います、はい、まあ、コロナっていうところで、まあ、その対策の部分だったりっていうところも見れたと思いますし、本当にね、素晴らしい空間をね、たくさん紹介できたと思うので今回、うん、もうぜひね、
まあ、スタジアムの方に足を運んで観戦していただければと思いますし、はい、残り4試合あります、はい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 、こちらにプンって、載せるので、あと概要欄から行ってもらえればと思いますので、はいはい、ぜひぜひ、応援していただければと思います。で最後に本日1万2000だったらしいです、来場者1万2000人、はい、はい、そうですね、で今緩和されて2万4000になったみたいです、はい、はい、なのでまだまだサポーターは入れます。そういうことですか、逆に、はい、あとまだ2倍そうです、2倍の量入るってことですもんね。そうです、じゃあ来なきゃですね。そうです、はい、なのでたくさんの、ね、サポーターの方々の力が選手の力、はい、チームの力になるんで、ぜひね、足を運んでいただければと思います、はい、今回は埼玉スタジアムの紹介ということでありがとうございました。